and say hello to New York City。はい、本日の動画では、アクアさんなんとまた旅に初挑戦でございます。なんかまた旅猫をね興奮させる作用がねあるってなんかよく聞くんですけども、アクアまだ試したことはありません。で、大人にもなったんでね、使っていきたいと思います。ちょっと私もねどうなるか見たことがないのでちょっと気になっているところでありますね。はい、この爪研ぎに、振りかけてちょっと使ってみようかなって思って、これ前以前買ったね爪研ぎなんですけども、結構使ってくれてボロボロになってます。こっちはちょっと手袋になるですね。準備できた？またたび使うよ。魔法の粉だからね、赤。はい、ではですね、そんなに多くあげられないと思うんで、ほんのちょっとかけていきますね。では、振りかけていきます。まだまだまだだよ、まだまだまだ。はい、こんな感じですかね。ちょっとかけてみました。アクア、ほら粉またたびついてるよ、ほら。またたび、どう匂い、こんな感じ。めっちゃ詰めとりますね。お、スイッチで始めました。赤はまたたび好き。そんな変わんない？あんまり変わんなそうですね。なんかゴロンってしたのはまあなんか珍しいなって感じはしますけど、また食べはね食べても大丈夫みたいなので、ちょっとアクアさんほんのちょっとだけね舐めさせてみたいと思います。はいはい、ここ手のひらだよ。赤、気づいてないの？はい、気づいてないの？振ったらですね、爪研ぎを貫通してマットがこんな感じに。ゴロンしちゃって、もうゴロンして、これ効いてんのかね。
どうしたの赤、またたびどう、いい匂い、結構気に入った、そんな興奮してるような感じじゃないね。